はは。い、こんにちは、えー、お待たせしましたじゃあですねショーエイの GTA を使った、えー、モトブログのやり方を紹介していきたいと思いますこれはですね当然あのオリジナルではなくてですね GTA を使ったモトブログがねあの、海外にいないかなと思って検索をしましたそしたらですねあのロシア人の元ブロガーが既にこのショーエイの GTA を使ったモトブログのやり方を、えー、していましたのでそれを僕は真似したまし真似しましたのでそれを皆さんに紹介するっていう形になります、えー、ではですねまあここに皆さん今見えてますけどもこれ完成形ですね2個前ぐらいの動画から こここの構成でやってまますすマイクがここにありますね前回の、えー、僕が、えー、何でしたっけあれはエアロブレード2ですね OGK カブドのあれでやってた時と構成としては全然変わんないです顎部分に GoPro が最終的に来てそこから、えー、3.5mm のマイクアダプターを挿してでそのマイクピンマイクの、えー、と音声入力部分ですねそれが、えー、このヘルメットのここ何でしたっけブレスガードでしたっけここに挟まってるというだけですねはいじゃあやっていきましょう、えー、必要なものを、えー、解説していきたいと思います1、えー、つ目ですねこちら ベースマウントと呼ばれるものですね。ヘルメットにですね、GoPro をつける際にはベースマウント、これ必ず必要になります。裏面に 3M の強力な粘着テープがついてますね。両面テープ。まあ、これを最初、土台になる部分にペタンとつけて、そこからこういうね、アーム類を伸ばすことによって、最終的に顎の部分に GoPro のレンズ部分がくればいいですので、まあこれ必ず必須ですね。で、次にベースマウントにつけるためのこのクワガタですね。クワガタ。これ、ここにカチャってはめるんですよ。これちょっと GoPro 持ってる人にはね、足りねえだろうっていう解説ですが、これね。 でここのねネジ穴があるんですけどもこれ外してマウント類をつけていきますとはいこれ必ず必須ですでちょっとこれストレートタイプのものですねまっすぐになってますねまっすぐ実際にはですねショウエの GTA を使う場合にはカーブマウントですので同じベースマウントでも曲名の形をしてるちょっとね曲がってるものを使ってくださいえ僕もうつけちゃったので手元にないんですいませんベースマウントストレートタイプで紹介してますえ次にこういったマウント類ですねアーム類ですねアーム類失礼しましたいっぱいあります後で詳しく話をします でえー、アーム類を止めるためのこういった六角ネジのね手すりがついてるって言ったらいいんですかねこれいっぱい入ってますね GoPro 買うとこれも絶対必要ですよネジ類で、えー、マイクですいませんもう使っちゃったんで袋だけになりますけどもえ GoPro の 3.5mm マイクアダプター純正品これは絶対純正品がいいですねサード製でもありますけどもサード製使っちゃうとマイクのね音が左からしか流れないとか右が ぶ,ぶっ壊れてるとかねあのそういう現象が起きるっていう方向がいっぱい来ますんでもう音に関してはちゃんと純正品高くても使った方が僕はいいと思いますこっからはちょっと特殊です前回はなかったもの一つがえこの六角棒なんとかっていうやつですかね、はい、よく見るやつですねこれちなみにダイソーとかで売ってますんでそっこで買いますね次にですねはい見たことがないと思いますが今回はさっき紹介した六角ネジ GoPro 用のこの専用のネジだけではなく本当にただの六角ネジこれも使います 企画は M5。長さは 20mm です。Amazon で検索したらいっぱい出てきますね。要はね、このね、飛び出てる部分だけ欲しかったわけですよ。こんないらない、ここがね、邪魔です、今回は。これらが入りますんで、えー、以上で。あ、以上じゃないんですね。すいません。あと1個。えー、まあ、これはあってもなくても。えっ、ー、と、3M の、これはね、防水テープです。はい。ダクトテープとかね。なんかフォールアウトのあれに出てきそうですね。えー、以上になります。じゃあ、ちょっとね、拡大しながら話を進めていきたいと思います。以前よりも、完璧なね、顎の位置にね、 この Go の GoPro レンズが来てますねこ,こ,と一直線ですこ,こが土正面なわけですけどもちょうどその前にねレンズが来る位置にセッティングできるようになりましたこれはエアロブレード自体からするとかなりの大進歩ですねはいこんな感じになってます まずベースマウント、さっき言ったこれですね、カーブ型のベースマウントですね。この白いやつは GoPro を買うとですね、あの1個ついてるんですけども、まあ、要はそのさっき言ってたこのクワガタがね、あのクワガタが外にね、振動とかでピョーンって飛んでいかないように、もう飛んでいったら完全にコントになりますから、そのコント状態作らないように、まあ、ロック機能を持ったゴムですね。 純正の,の GoPro ウトは1個入ってるはずですので別にカッコかれがらつけなくてもいいですけどもあった方が安心ですねでその先にサード製の延長アームが1個で2個そして3個ついてますね1個2個3個ですでこれはですね3 5ミ、mm、リの樹脂製のものを使ってますで,でここちょっと長くなってますねここはですね5 0ミ、mm、リの 3W ピボットアームつまり 純正のアームですね。GoPro を買った時に入っているものであり、まあ、GoPro アクセサリー類とかで Amazon に検査をかけるといっぱい出てくるね。それを 50mm がよ1個ついて、最後上に1個、また同じく純正品 GoPro の 3Way ピボットアーム 35mm。これで構成されてますね、ここは。 3 w a イピボットアームとただの延長アームって何か違いがあるんでしたっけと思われる方がいらっしゃると思いますえ純正品の3 w a イピボットアームというのは GoPro の向きをですねアームをいっぱいつなげればつなげるほど自由自在に方向をね動かせるものになってますえつまり縦でも横でもね3方向って意味ですから3 w a イっていうのはえ自在に GoPro 向きを変えられますよとそういう意味ですねえですのでネジはね横からこういうふうにね通していきますよねネジはこう横から通してるんですけども次のネジ部分は ね、90度横向いてるんですね次のねじはこっち向いちゃうんですね向きが90度変わりますで僕が言ってるストレートマウントっていうのはこの向きが変わらないタイプのものを言いますこれですねサード製のレックマウントっていう会社から出てるんですかねこれはねまあアマゾンでこれもググるといっぱい出てきますねほらまあ違いは一目瞭然ですねネジの向きが変わりませんこう入れますよね さっきは次のネジがこっち側からね後ろからこういう風に来てたと思うんですけども同じ位置ですねだから動きとしてはこういうのができます当然さっきのやつだとこういう動きになりますからねはいその違いがありますでこのストレートタイプの延長アームはですねこれあのー、公式では当然あり取り扱ってませんし普通のなんかまあ GoPro 純正、えー、GoPro アクセサリー類とかねあの全部入りとかね あのそういうパーツいっぱい売ってますけどもあまりこのストレートタイプっていうのは見ないですのでちょっと高いんですよねただこのレックマウントってこれね多分レックマントうんレックマントっていう会社からですねこれ 売られて,てまして、えーとね、長さは 35mm 50mm と50、mm、まあ違いは2種類しかないんですけどもこっちが 35mm こっちが 50mm ですね2個しかありません基本的に材質はアルミ製と樹脂製っていう2つのタイプがあって、えー、僕の場合は樹脂製ですのでアルミ製を選ぶと多分なんだろうなゴー r ロの場合はねアルミ製ってあんまりしならないらしいんですよねしならないのでちゃんと止まるかどうか怪しいですよね。ここの接地面がギュッてちょっとしなるんですよね 樹脂性は柔らかいから。かかいだから接続部分が動かなくなるんですけどアルミ製だとカチンってね硬いんでもしかしたらちょっと固定というか設置があやふになるかもしれないから、まあ、純正品も樹脂製だしい樹脂製選ぶのがいいかなと思いますでそれを3つつけた後にここから先は通常の 3W ピボットダウンですねここをただ伸ばすだけだとゴー r ロの向きがこっちになっちゃいますからねこういう向きでついちゃいますからね こここにつけるとすすおかしいですよね。こう向か,向かしたいんですからそのためには 3AP ボットワームを1個つけてでさらにもう90度変えてやることによってこちらを向くとさあ次ですねここね前とちょっと違うんですよ以前は僕はこの 3.5mm マイクアダプターをですね こっち側に通してましまたね、後ろの方にまああれが不格好でですね <laughs> だからあんまりヘルメットもそんなに大切にする気になりませんよねベタベタしてて汚いしねだから今回はここの顎の部分につけてますでこの顎からマイクがマイク接続してますねこの接続部分ね濡れても大丈夫なように防水テープを貼ってるわけですがでこれが裏に行って見えるでしょうか最終的にねこれも顎元に全部コード類をまとめて貼っちゃってますね で、マイクのねこれ見えてると思いますけどもピンがねついてますんでピンマイクはね当然ピンと <laughs> 止めてあげればモードブログできるようなねあの、ヘルメットの形に変身とそういうことですそしたら最後ですねここにはめてあげてでワーオピピピッとこうやってついちゃいましたネジで止めてあげます、えー、はい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  こ前回僕作りましたけどもエアローブレードであれの応用編になりますねで最後をマイクアダプターはめてあげれば完璧ですこれなかなか位置的には完璧じゃないですかこれは正面から見るとすごい分かると思うんですけども GoPro ってカメラのレンズ自体はね本体の少し左側についてますから若干この設置位置はずらしてあげるとねちょうどレンズがねあこのどまんまかに来ますからこれで皆さんもモトブログライフが送れるようになるんじゃないかなと思います といいううわけけでお分かかりたただけただろうかえちょっとね意味わかんないですとマニアックすぎますいきなり話がっていう方は僕が以前作ったですね、えー、元ブログのやり方その1っていうかね前,前の。 えとヘルメットを使った動画がありますのでそちらもちょっと見てください。はい、というわけで僕の新しい元ブログのやり方でした。まあポイントとしてはですね、えー、非純正品すなわちサードパーティー製のパーツが、えー、2つほど入ってるということです。あそうだ1個ね改札し忘れました。お前この六角なんとか何に使っとんねんっていう話でしたけども通常ねここのねマウント同士の接続部分っていうのはこのね取っ手付きのねネジでね六角ネジで。 皆さん止めるんですけどもこの構成で一個一個つけてったらここに一個二個三個四個そして正面に五個なんだこれっていうねいっぱい飛び出ちゃうわけですよこれはね非常に不格好ですなので、えー、今回は割とね見かけのねスタイリッシュさといいますかこのすっきりさも求めて本当に本当純粋なね六角ネジこれを使ってますでまだ、あ、この何ていうんですかね平和ッシャーっていうんですか平和ッシャーっていうのがよくわかりませんけども これも付いてますんで、接地面をちゃんと締め付けてくれますから。あのここをね安易に動きません。で止める時はこのこれを使わないと人の手じゃ無理ですからね。さあ、そういうわけでした。まあ、ちなみにね、普通の通常の取っ手ネジもですね。最後のこの gopro とアーム類をね。 最後の部分だけどこ,ここの部分は GoPro って頻繁に取り外しをしますから最後のところだけを取って月の6カットネジを使います以上ですまあ、そんな感じで、えー、新しいねモトブログのやり方はショウエ g t e a ということで、えー、紹介してみましたまあ、ちょっとね応用的な動画になってますんでわかんないことあったら質問コメントに書いていただければできる限り答えたいと思いますのでよろしくお願いしますではご視聴ありがとうございました